言いたいことは今日言っておく文化系トーク YouTube グランパンパースです。今回はダイスの話をさせていただきますね。テレ東ミュージックフェスとそれからザ・ファーストテイクのアイワンダーのパフォーマンスを見させていただきました。ここ最近本当にダイスがいろんな番組に出てくれているし、今回のザ・ファーストテイクはパフォーマーも含め5人で出るっていうことに加えて、さらに大地さんね、有名な方ですけど、あのボイスパーカッションといいますか、ね、ビートボックスといいますか、その感じで出てくれてっていうのもありましたし、あのザ・ファーストテイクは本当に楽器を使わずに人間の音だけで奏でるっていうね、本当に音楽っていう感じのものをやってくれましたということで、はい、テレ東ミュージックフェスですけど、私は BE:FIRST ファンのベスティでございまして、あの BE:FIRST はね、今回のテレ東ミュージックフェスは出なかったんですけど、まあ、ぶっちゃけダイスが出るから見たところありますわ。他にも当然ね、 INI とか JO1 とか、その BE:FIRST と仲のいいボーイズグループはいるし、あとはあの 2B の北山くんもいるのでね、それも会ってみたりとか、まあそれもありましたが、まああの別に隠す必要もないので言いますけど、あのちゃんが司会だからですね。あのちゃん結構好きなんで、まああのちゃんが司会だっていう風に決まってから、ちょっとどうしようかなって思ってたけど、あ、これは見ようかなって思って。で、結果的に、ダイスがすごく良かったです。あの、しかもさっき北山くんの名前出しましたけど、北山くんとね、喋ってましたね。こう、ちゃんとこう喋るところもいただけているっていうところもそうだし、あとテレ東ミュージックフェスといいますか、テレ東のキャラクターか、あのバナナみたいなキャラクターいますけど、あれをこうね、手に持ってパフォーマンスをするという形もあって、なんかね、テレ東ミュージックフェスの方からも非常に期待されているというか、愛されているというか、そんな感じのことを思い浮かべました。ということですね。いや、素晴らしいんじゃないでしょうか。FNS 歌謡祭もね、出られるということもありますし、何しろね、ザ・ファーストの時に、まあこれザ・ファーストファイナルのニットですけど、ザ・ファーストの時に、あの、工藤大輝さんが、来てもらってね、本当に BE:FIRST としても、まあそもそもスカイハイがという部分と、まあ、スカイハイはね、あのダイスはあの後輩に当たりますけど、スカイハイの後輩がダイスに当たりますけど、まあとにかくあのアイワンダーもそうですけど、いや日本のボーイズグループを牽引していく人たちとして、本当にダイスという存在がどの頭角をあの存在感を強くしているなと、これ高い割の人間ですがね、素直に思いますね。やっぱりこうね、ベテランでもありますし、しかもあのすごいのが、シトラスの大ヒットがあってから、あれからそのシトラスを超えていかなきゃみたいな感じの話を確かスカイハイのラジオで言ってたんですけど、実際そのスターマインがね、その後ヒットして、でダンデライオンとかもありましたが、これアイワンダーがまたヒットしまして、だってあのアイワンダー今でもね、ビルボードチャートの方で上位残ってますからね。ボーイズグループの曲っていうのは結構すぐに下に行っちゃいがちっていうところもあったりするところがあって、それはその BE:FIRST や INI、JO1、 あとナンバーアイとか全体含めてもそうだし、 K-POP 勢とか含めてもそうなんですけど、いやあのアイワンダーはあの TikTok でバズりっていう部分もあり、かなり上に残ってますし、スターマインもそうだったし、シトラスもそうでしたね。だからそこの部分含めてボーイズグループとして本来そのチャートの方にまあ、1位を取る、2位を取るっていう部分ではなく、あのチャートの上位に残るっていう、そこの部分ね、これが本当にできているというか、あの理想的なパターンだなと思ってもいます。はい、ということで、でまあいろいろ思ったんですけど、まあ高い割だから思ったことというか、ダイスについて気づいたことというか、まあ皆さんはもうね、分かってらっしゃることなのかもしれません。6面の方はね、あのとにかくあのテレ東ミュージックフェスを見て非常にダイスのところが良かったっていうのは、まあ、北山くんとの絡みとか山ちゃんとかとはもろもろありましたけど、あのトークも含めてパフォーマンスも含めて佇まいも含めて、本当に音楽をパフォーマンスをエンターテインメントをあの良いパフォーマンスと歌を届けるっていうところ、それは当然として自分たちが本当に楽しんでいらっしゃるなと、そこは本当に感じました。ここは本当に嬉しかったというか、あの日本のボーイズグループでもうやっていってみれば、もうまああの今から引っ張っていくっていうところで言うと、あのダイスとかがやはりそういうことになるわけですよ。あの BE:FIRST も含めて、まあ、結局のところまだまだ、まあ、新人と言っていいかどうかっていうと3年目だからそうではなくなってくるかもしれないけど、まあ、言うてまだまだなんですよね。あのナンバーアイの話もちょっとしましたが、まあ、金冠のプリンス時代から含めたとしても、まあ、5年なんですよね。だそう考えてみると、やっぱりダイスの存在感というのは絶対にすごいわけだし、
まあ、ぶっちゃけいろいろね、まあ、忖度なんかもなありましたからね、ありましたからねって言っちゃったけどね、まあ、それはもう分かってますよね。うん、だからなかなか音楽番組に出れなかったっていう話も皆さんのコメントからも聞いておりますし、まあ、でも彼らはそこも含めてもう楽しんで、もうエンターテインメントでね、自分たちが一番楽しんでいこうっていうところで、それをこう、あの、これはスカイハイの言葉ですけど、優しいリベンジをしているんじゃないかなっていうところはちょっと思ったりはいたしますね。まあそういうところなんだろうと。まあそれも含めて全てを楽しんでいるなと、高い位の人間から見ても、あの、このダイスっていうグループは本当に音楽が好きで楽しんでいるなっていうのが分かります。テレ東ミュージックフェスでもそうだし、ザ・ファーストテイクの方はさらにそうでしたね。こんなに楽しそうに音楽をやってる人たちがいれば、この J-POP というか日本の音楽業界もまだまだこれからだぜって思えるし、まあいろいろとね、まあ押されているところとか衰退していきそうだっていうところとかも含めてだけど、まあダイスがいればダンス&ボーカル全然まだまだいけるぞと思いましたし、まあ BE:FIRST としてもね、もうなんかスカイハイとの関わりが深いから、もう直属ではないものの、まあ ABEX だから、いや、BE:FIRST もね、あの、BMSG と ABEX の共同レーベルなんで、まあ、言ってみれば、あの、先輩、直属と言ってもいいぐらいの先輩ではあるしね、もうでっかい背中見せてもらってると思いますよ。まあ、そこですよね。で、とにかくそうなってくると、やはり音楽番組とかね、あとフェスにも出ますね、ダイス。その辺の部分含めて、やはりこう、すごく存在感が出てきていることにより、やっぱりね、あの、後輩グループも負けてはいられないし、あの、頑張っていかなきゃいけないななんて思ったりもしているところでございます。まあ、I Wonder はね、普通に私も聴いちゃってますからね、あの、Spotify に入れて、非常に良い曲で、耳なじみがとても良いですね。うん。あとはね、あれかな、曲の演出的な話ですけど、音楽番組とかで、一番最初がピタッて止まって、最後もピタッて止まる、あの演出あるじゃないですか。まあ、I Wonder のね、演出といいますか、もともとのそれなんでしょうけども、あの演出非常にインパクトあって、こうなんかこうあれですよね、流れがそのできるから、音楽番組をたまたま見ていた人で、あ、なんか止まったみたいな感じのパフォーマンスを見て、単純にそれでインパクトというか印象に残りやすいですよね。それはこのアイワンダーの、ね、アイデア勝ちといいますか、アイワンダーの持ってる楽曲のそのそういう性質として非常に得をしてるんじゃないかなと思いますし、まあそこの部分含めていい感じになってるなと思います。フェスでも盛り上がりそうですしね、アイワンダーね。シトラスも当然みんな知ってる曲だから聴いてね、こうみんな喜ぶと思うんですけど、フェスなんかでやってみると、やっぱりこう知らない人たちとかファンではない人も含めるから、あのシトラスをやってみんな知ってるからそこに残るかもしれないけど、なんかこの流れをちょっとこうね、ゆったりさせるっていうところはありそうだから、そこ行くとそのアイワンダーとかスターマインなんかはがっつり盛り上げていくし、知らないお客さんとかも、あのダイスのファンではないお客さんとかも、あの盛り上がっていくのにちょうどいい楽曲とも思うし、そういった意味でね、あのスターマインに続いてアイワンダーという盛り上がり系の楽曲が2曲あの大ヒットしてるっていうのは非常にすごいし羨ましいなとも思います。あ、でも、まあ、本当にいろんなボーイズグループがいてなかなかうまくいかない中で、ダイスは本当にあのずっとやってきて実力でね勝ち残ってきてっていうところは本当に素晴らしいことだと思ってますよ。さっきも言いましたが、ね、忖度まみれのまあ国でございますからね。まあそういったところもダイスがこうやっていろいろ番組に出れているし、ザ・ファーストテイクも5人で出れているしっていうところが、まあいろいろあったとは言ったものの変わってきている証拠でもあるとも思いますし、それは高い割のボーイズグループファンとしてもそれが実感できるというところでも嬉しいなというところはあります。はい、っていうことでございますんでね、まあなかなかあのフェスでね、あの BE:FIRST やスカイハイと一緒の日になるっていうことがダイスの場合はあんまりないので、なかなかそこ難しいんですけど、ロックインジャパンもね一緒の日じゃないですからね、ナンバーアイと一緒の日でございましたね。まあナンバーアイのファンの人たちがダイスを見てどんな感じで反応するかっていうところも私は楽しみにしていますよ。ナンバーアイも動画で語らせていただいていますので、ただその日私ロッキーには行けないんですけどね、行くのはそのBE:FIRST が出る日なので、はい、ダイスなかなか見れませんが、やっぱワンマンライブ行くしかないんだろうな。前も言いましたがね、フェスで見れればいいんですが、最初になかなかそうもいかず、まあでも自分もまあBE:FIRST ファンとは言ったものの、もともと音楽ファンみたいな部分が強いので、
BE:FIRST が出ないフェスとかライブでも普通に行ったりはしますから、どこかしらできっと会えることもあるんじゃないかなとは思っていますよ。まあそんな感じでございますね。はい、まあ、とにかくプレートオブミュージックフェスト THE FIRST TAKE のダイス非常に楽しませていただきましたし、まあ本当にお祭りですね。お祭りと言いますか、ダイスの存在がこれだけこうすごく認知されてきた、存在感増してきたっていうところも6面さんにとってお祭りでしょうし、高い祝いからしてもこのお祭り感のすごいグループという感じで、非常にこう頼もしいなと思えるボーイズグループ、まあ BE:FIRST とかにとっては先輩にあたりますが、だと思いました。はい、今後とも期待をしておりますし、また動画でも語らせていただきますし、もろもろね、コンテンツとかもチェックさせていただく予定でございます。はい、てな感じで、ダイス高い祝いだから分かったことがありましたみたいな形でね、まあもしかしたら高い祝いじゃなくてもそんなの知ってるぜっていう皆さんがほとんどかもしれませんが、まあ高い祝いから感じてもそう感じたっていう感じでもよろしいかなと思います。はい、ではこの辺で失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、街角の語り部グランパンパースでした。ここまで見ていただきまして、あるいは聞いていただきましてありがとうございます。私グランパンパース現在登録者数3万人を目指しております。もともとはね、こだわりは持ってなかったんですが、日本の J-POP、ボーイズグループ中心ですが、J-POP を世界にっていうことで、それを標榜してやっております。で、その時に新規で来てくれる方も増えましたので、おかげさまで。そうした時に登録者数が多い方が、やっぱ説得力があって、皆さん来やすいというところもあるので、なので、自分でちゃんと意思を持ってやっていくっていう風に決めました。はい。2万人達成して3万人目指しています。で、登録に関してなんですけれども、登録していただいても、もちろん YouTube は無料ですし、仮に私の動画が合わないと思って解除される時も、私などに通知は来ませんので、安心していただければと思います。で、登録をしても変なサイトに誘導されたりとか、そういうことは一切ございませんので、安心して登録していただければと思います。で、もし一度登録したけど解除したんだけど、また登録してやろうかなって思った方は、もしよかったら、またお願いできればと思っています。はい。で、もう登録してくださっている方はありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。いろいろね、コンテンツもいろいろ考えてやっていきますので、ぜひ皆さんに良い動画を届けられますように、モチベーションアップとしてやっていきますんで、よろしければお願いいたします。それでは、失礼します。